調理の現場ってもう肉用の包丁、肉用のまな板とかね、魚用包丁、魚のまな板、野菜用って全部分けるんだよね。ただまあプロの世界ではそうなんだろうけど、その時それをもうそういう風にするもんだと思い込んで自分もそういう風にしてたんだけど、断捨離やっても自分家で衛生面に気をつけて、まあまな板のね表裏ぐらいはあるけれども、あの調理する生ものを最後に切るとか、そういうふうに気をつけてれば、もう十分回って切るんだっていうのをやっとそこで気づいて、いろいろまた断捨離して、だから今、包丁1本とパン切りナイフでこんなギザギザのやつね、だけになった。それまではなんか 7,8 本あったけど、用途に合わせてそうまな板も何枚あったかなって感じ。パンの包丁が1本だったんだけど、でもやっぱりなんかパンを最近っていうか2年前に娘にパン焼き器をプレゼントされてから、パンをね自分家でパン焼き器が焼くようになったので、自分家でって私が焼くようになったので、それを最初普通の包丁で切ってたんだけど、やっぱりねちょっとストレスがあって、こんなになっちゃうでしょ、パンこうやって切ってると。それでパン切りナイフを買ったら、あ、やっぱりパン切りナイフすごい出ると思って、新たには買い足したもの。昔はなんかさ、万能包丁、三徳包丁っていうの？あの万能なやつが3本とかさ、置きっぱなしになってたんだよね、うちとかも。だけど今はあの1本だね。私は1本。でやっぱり確かにあの長細いパン切り包丁は取ってある。取ってあるというか使ってる、やっぱフランスパンとかね買ってきた時に、あとあれだな、私あの洗った後のお皿を置く水切りかご、母とキッチン共用なんだけど、母がこう増やしてたんだよね、コップ用とか、あと他のちょっと大きいものを洗った時用みたいな、1個だけに今してる。本当はもうなくなしたいんだけど、まあちょっと一緒に住んでるのもあって、でもあの視界はね綺麗にすっきりするよね。目の前に水切りカゴ、あれが寝ないっていうのはとてもすっきりしていいと思う。水切りカゴのさ、四隅にあの水が溜まって水垢がこう溜まり、ちょっとぬるっとするじゃない。であれをなんか洗うのと、こうお皿を立てるのにこうちょっとこう水をなんか横ぬめりがちでさ、もうあれを洗うのがすごい大きくて、シンクの中に入れて洗うのだよ、ね、あれが嫌だった。だから今はなくて、あのなんていうの、シンクにこう、ま、すまき状にかけるちょっとラバー線、ああなるほど、毎日洗う、洗う水はなんかお茶碗伏せると下にシンクにちゃんとお水が落ちている。なるほど。そうするとすぐ、ね、ちょっとだけ置いといたら、あと拭いてすぐできるから、ここにしてよかったと思ってなくていいもの、何しててよかったですかって質問されると水切りかごがパッと浮かぶんだけど、あの水切りかご、私断捨離する前本当掃除したことない人で、水切りかごに洗ったものを入れて、そこで乾いてまたそこから使うっていう、だからそこから食器棚にしまうっていうアクションはまるでなかったから、だけどその水切りかごの下のトレイが赤カビで真っ赤になってても、物が入ってるからいつこれを洗えるんだろうっていう、使うタイミングが分からなくて、いつもこれって汚いんだよなと思いながら思ってるだけだった。空になる状態がないから、下にあの水受け皿を洗うっていうことができなかったってこと。ないないない。だ自然に水受け皿の水もなんかあんまり出した記憶がないから、多分自然に蒸発して、もうカルキがついて、赤かびで。でも恐ろしいよね、食器でお食事いただくのに、この付近にカビがうわーっと。いやでもね、その時って気づかないんだよね、気づかない、うちの山のようになるよね、食器が。そうでこう、うまくさ組み合わせて、本当にこんもりしたこんもりしたこう下の方ものも取りたいと、上をよけてから取ればいいんだけど、そこすらめんどくさいから、こうやって押さえて、こうやって引っ張り出す、ガチャ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 なんて、あーって
だってね、そういうことね、よくだからお茶碗もかけてたりしたけど、うん、そうそれでかけちゃったりとかね、水垢の中からぬめりって言ったら、だから私一番嫌だったのは、男性してよかったのに、やっぱりあの排水口の蓋、排水口の蓋ね、そう、なんかぬるっとすぐしちゃってさ、で中もすごくすぐぬるっとしちゃうから、うん、だけど昔はさ、だからその何、蓋の下のこう受け皿の中まで手を入れて洗うなんて絶対できなかったもん、気持ち悪くて。もううちも排水口蓋なくて、なんだろう、キッチンのシンクにもともとついていったこうなんていうんだろう、排水口の受け皿ももう断捨離しちゃって、うん、すごくあのよく市販で売ってるこんな丸いのでね、銅、うんうん、でできてる、あの、うんうん、浅いそこのカパッと、うん、サイズは合わせてあるからどういう排水口でもカパッと入るんだけど、うんうん、そういう浅い受け皿にしといて、だから食器洗うたびにその子も一緒に洗って、うん、シンクも洗って、うん、で排水口の中も洗ってってすると、うん、汚れのやつらは つく暇がない、うんうん、DVD 付き断捨離入門講座は Amazon や書店ではお買い求めいただけません。スマートフォンでご覧の方はどうぞ概要欄からお申し込みください。そしてテレビでご覧の方はこちらの QR コードからお申し込みいただけます。お待ちしています。ありがとうございます。YouTube をご覧くださりありがとうございます。ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。さらにお得な情報はここからゲットしてくださいね。